皆さんこんにちは。旅するアーティスト、他力ペインターの地球です。どうもお久しぶりです。自分でも覚えてないんですけど、何ヶ月ぶりかな。多分最後の投稿が4月か5月なんで結構経ってると思うんですけど、ということでとてもね久しぶりの投稿なのもあって、今回は顔出しして、挨拶をしようということでこの動画を撮ってます。まあそうですね、今日は緊急報告の動画ということであげるんですけど、まずは、見てやってください。ということでどうぞよろしくお願いします。ということで今僕が住んでいるあたりを走っている様子を見てもらいながら近況報告をしたいと思うんですけど、調べてみたらね、約4ヶ月ぶりでした。最後のね、更新が6月5日でしたね。なんで、まあ、ほぼ、4ヶ月ぶりと。で、今、僕は、岡山県の一番、南です。本当に、まあ、県の一番南ですね。玉野市ってところに住んでるんですけど、まあ、住んでる、まあ、滞在してるんですけど、また、ちょっと、温泉のあるホテルで、まあ、ちょっとリゾートバイトを見つけてしまって、でまあとにかくね北海道まずちょっと出ないとなーっていうのがあっていろいろ探してて、まああとはそのね去年の冬からまあちょっともう1年近く経ちますけどね、去年の、まあ、11月12月にかけて入院してね手術して、その後春、4月にまた目の手術をして、でそれがまあ一段落、まあ、落ち着いたので、でまあそれでちょっとこう何ヶ月か、まだ、また札幌でちょっと短期のバイトをしつつ、なんだかな、本州の方にまた出てくる機会を伺ってたんですけど、それでようやく、まあ見つかって、で、まあ6月の終わりぐらいに札幌出まして、で、一旦岡山のね、前住んでた備前市の日生ってとこに、移って、まあ3、4日ぐらいかな、滞在して、で、7月のこっちに着いたのは、3日ぐらいかな、な感じです。まあそうですね。なんだろうな。まあ、この街っていうのが、すごい、なんか面白い街なんですけど、そうですね。何が面白いかっていうのは、まず、そうだな。いろいろ、まあ、あるんですけどね。まず、この街のロケーションっていうのかな、その位置的なものが面白いんですよね。面白かったというか、まあ今も僕は面白いなと思うんですけど、ここはまあ玉野市っていうの、まあ中心部が宇野港っていう港があって、もともとその宇野港っていうのは高松に行くための宇港航路っていうのがあったんです。それが、まあ今はね、瀬戸大橋っていう、ちゃんと立派な橋が、できたので、まあそっちから、四国に渡るのが、まあメインなんですけど、その瀬戸大橋ができる前はね、まあ全部フェリーでしたね。かなり一時、もうどのくらい出てたんだろうな、もう相当出てて、で、しかも貨物列車も乗せれるぐらいの感じだったんです。だから、その宇野港って今もう、線路はね、その港に、つながっている線路っていうのはなくなっちゃったんですけど、昔の航空写真とか見たらかなりこう線路がブワーって広がっててね、すごいんですよ。もうそれだけでもなんかその、まあ、境界線というかね、その四国への玄関口、まあ、本州の玄関口ですよね。そういった、背景がまず面白いっていうのと、あとはまあ最近だとね、まあ、瀬戸内国際芸術祭っていうのを、まあ、もう何回、5回とかなのかな、やってて、3年ごとにね。で、まあ、すぐ目の前に、本当見えるんですけど、直島があったりとか、まあ、他にもね、小豆島とかそっちの方にも行けますし、もちろんその直島、まあ、直行便はないけど、直島経由で高松にも渡ったりとか、そういうとこがまず面白いなって思ったんですよね。で、今、右の方にね、工場だったり、あと、クレーンが見えてたと思うんですけど、この辺りがね、三井造船という会社の、まあ、工場がある辺りで、かなりね、敷地の面積が、すごい広いんですけど、まあ、企業城下町だったという背景もあってですね、今はね、随分、まあ、それでもかなり、まあ、そこで働いてる人が多いですけど、もっともっと昔はかなりそういう賑わってたらしくて、映画館もめちゃくちゃあったって。
ていますね。で、あの、まあ、その三井造船の、まあ、お膝元というか、のあたりの地域が、まあ、多摩地区といって、多摩っていうのは、あれです、多摩の市の多摩、で、一文字で多摩っていう地域があるんですけど、その地域が、まあ、今はね、かなり、静かになっちゃったんですけど、まあ、そこに僕お気に入りのお店、月日っていうね、場所があって、よくご飯食べに行ったりするんですが、実はその玉野市のね、名前の由来というのも、その玉地区の玉と、あとその、さっき言った宇野港など、宇野、この、玉との合わせて、玉野っていう名前に、まあ、合併してね、なったっていうのが、最初の由来だと、なんか、読みましたね。だったりとか、結構ね、いろんなね、まあ、もっと昔の、中世とかの頃は、ちょっと、この辺って、まあ、島だったので、江戸時代あたりとかから干拓して、その、まあ、もうちょっと北側の岡山市あたりの方と繋がってたっていうのがあるんで、まあ、その前ではそんなになんかめちゃくちゃこう、いろいろな、あれわけではないんですけど、どっちかというと昭和、まあ、近代になってから結構、ね、まあ、歴史というか、いろいろと面白いことがあったのかなっていうような街ですね。まあ、でもね、このあたりもっといろいろと面白かったりする、エピソード、まあ、たくさんあってね、やっぱりその辺が僕、北海道の、ね、出身の人間としては、その地元の方にはないようなエピソードだったりとか、まあ、風土というかね、その造船所のもそうだし、なんかすごいそういったところがかなり、僕の中では、ツボというか、面白いなと思って、あ、こう来てよかったなって思ってますね。走ってる映像が終わってしまったんで、続きは書きながら話したいと思うんですけど、そうね、さっきも話した、まあ、壺のことなんですけどね、壺な部分っていうのがたくさんあってねっていう話をしましたけど、まあ、例えばその、今ずっとこうね、映像を見てもらったと思うんですが、まあ、後半なんかはね、まあ、でっかいこう、造船のね、まあ、クレーンとかね、出てたりとかするんですけど、スタートがね、渋川海岸っていう、まあ、海岸のあたりで、そうだな、まあ、渚百選とかにも選ばれてたりとかしますし、結構ね、どのくらいの長さなのかな、ちょっとすみません、正確な距離はわかんないですけど、かなりね、長い、ビーチで、で、しかも結構ね、まあ、そうだな、白砂ってほどではないですけど、でもまあ、本当に、なんていうのかな、よくある、本州とかにあるような、こう、グレーがかった、ネズミ色っぽいような砂の、海岸っていうよりはもっと、そうですね、クリーム色というか、まあ僕なんかはね、まあ与論島に何年かいたんで、どうしてもそこがどうしても一番綺麗でね、まあそこのインパクトに比べるとっていうのはあるんですけど、まあでも、そんなね、与論にいた僕でも、いや、綺麗やなって思うぐらいのいいビーチなんですよね。その渋川海岸とかね、まあそこがまあ、玉野の、まあ、渋川っていうエリアが玉野市っていうところの一番西の端で、まあ、そこを越えると、隣町は倉敷市なんですけど、まあ、倉敷のね、小島っていうエリアで、まあ、ジーンズでね、有名な、デニムの町として有名なエリアなんですけど、まあ、それに関してはね、またちょっと次回以降、まあ、そっちの方に向かっていく、走ってる映像が、もう撮ってるんで、それをね、まあ、流しながらいろいろ話そうかなと思ってるんですけど、そっち側に行ってもまた面白くて、で、まあすごくね、なんていうかな、海岸沿い、海沿いを走るとすごい気持ちよかったりするのと、まあ、その渋川から、まあ、宇野港の方にね、その向かっていく途中で、その、まあ、造船所の工場があったりとかね、結構そういう、なんていうんですかね、まあ工業的なというか、産業というかね、近代、もう近代って感じのね、昭和だったりとかっていう感じの、ものがあったり、その自然の美しさがあったりとかっていう、その同じね、海沿いでも、こう、まあね、もちろん漁港があるとこもあったりもしますし、いろいろありますけど、まあその一つの街の中でね、こう、たかだかこう、まあ、20分とか、走らせて、まあね、かなり、ちょっとこう倍速にしてるんで、まあ、走ってるシーンは多分5、6分ぐらいとかで終わると思うんですけど、終わってたと思うんですよ、さっきのは。でもまあ、実際、走ると20分ぐらいあるのかななんですけど、まあ、7キロ
7、8キロぐらいですかね。その距離の中でね、こう、すごい同じ、ね、まあもちろん瀬戸内海なんですけど、海でも、こう、周りにあるものが、こう、違ってて、いろんなカラーがあって、その途中のその造船の感じもそうですし、宇野港まで来ると今度は、まあ、直島であったり、四国、まあ、高松の方にも行けるんですけど、そちら、あとは、手島だったり、小豆島とかね、に行く、玄関口という側面もあり、なんかね、すごいそのね、グラデーションと言ったらいいのかな。いろんなこう、顔を持っているのがすごい面白いな。一つの街中でそういうのが、たかだかそうやってね、20分ぐらい走ってって、いろんな顔が見えるっていうのが面白いな。またこれは山の方行ったらまた違ってたりしますし、エリアがね、やっぱエリアによって、まあ、それはあの僕が前に住んでた日生のあたりの備前市もそうなんですけど、あそこはね、まあもちろん合併して備前市になってるんで、エリア、かなりいろんなカラーがあるのはもちろん当然ではあるんですけど、どうしてもその、僕がね、どうしても住んでた北海道っていうのは、まあ、かなりね、百何十年とか前に人が多く移り住むようになってきたような場所なので、割とこう、まあ、なんですかな、平均化されているというか、均一化されているというか、隣町の方にこう行っても、まあ、ただだだっ広い、こう、まあ、僕なんかはその石狩平野というところですね、札幌周辺とかは石狩平野っていうんですけど、だだっ広い平野があって、まあ、ちょっとこうね、峠っぽく、まあ、一山軽く越えるぐらいのとこも若干あるけど、まあ、基本的にはそんなに、こう、なんていうのかな、まあ、峠途中途中が山取ったりするところもありますけど、僕が住んでた札幌近郊は、まあ、全然隣町に行くのもなんか気がついたら、まあ、町越えてたみたいな感じだったりとか、その景色が思いっきり変わっていくっていうのはなくてね、あともうその町によってのカラーっていうのももちろんなくはないんですけど、やっぱり、うん、その僕が住んでたところと比べると圧倒的にね、まあ、今住んでいるその辺り、まあ、玉野市に限らずなんですけど、岡山であったりとか、まあこれはね、例えばその隣の兵庫であったり、海を渡った四国の方もそうだったりするとは思うんですけど、まあそういったところがね、すごくね、やっぱりこう魅力的で、かつ、まあその中でもこうアートのね、なんていうのかな、舞台、芸術祭の舞台になってたり、あと移住者が多かったりとか、こう、そういう面白い店をやってるとかね、あと今、宿も多いですしね、ゲストハウス。シェアハウスがないのがちょっとね、残念なとこなんですけど、実際それがあるなしとかでね、長く入れるかどうかみたいなのが変わってくるので、でまあ、実際今僕、まあ、近況としては、その、まあ、また、リゾートバイトをしてるので、ホテルの、いや、まあ、住み込みでね、まあ、今回は宿泊の予約ですの事務なんで、まあ、まあ、そのね、合間にこう、周辺の交通、公共交通のね、方法とかアクセス方法調べたりとか、観光名所とかも、やっぱ、空いた時間にこう調べたりとかして、中で、あ、ここも面白いとかあるんだよって、自分自身ちょっと行ってみたいなみたいにどんどん見つけて、まあね、それがまあもちろん仕事にもつながるから面白いですけどね。かなり、まあもともとね、リゾートバイトをメインにしたいとかっていうよりは、やっぱ宿泊の仕事自体もね、結構、まあ僕掃除とかはまあ得意じゃないんですけど、その案内するっていう、ガイドするっていうところは好きだったりするので、なんかね、そういったまあアテンドするとかね、まあシェアハウスの仕事もしてたしね、まあその働いた会社民泊もやってたし、っていうのもあって、まあ、なんとなく合ってるなーっていうのが思って、まあ今回も、たまたまね、まあ前から、ニセコ行ったりとかしてた時もお世話になった派遣会社の方で探してたら、たまたま、まあその予約事務ってあんま2000件、全部の例えばそのリゾートバイトでこう、夏かレストランとかね、フロントとかこう掃除とか、いろいろあると思うんですけど、洗い場とかね。で、例えばそれが、まあ、例えば2000件、3000件とかあるとしたら、予約の事務の仕事、まあ、予約だけじゃないですけど、経理とかも含めた事務の仕事って、っていうのが、まあ、20件とか、30件とか、そんなものしかないですよね。で、まあ、大体結構、やっぱ、北海道か沖縄が多かったりとかするし、北海道にね、いたから、北海道
やっぱとにかく寝るという意味では北海道選択肢としてはないし、沖縄もまあとりあえずまだしばらくはいいかなってなって、その中でもなるべく西がいいなってなった時にたまたまあったのがその今いる場所で、あ、岡山だったらね、前もいたしね、土地勘も若干あるし、原付預けとか取りに行けるし、ええー、なーみたいなのってまあ来たという感じですね。もう来てみたらすごいね、なかなかその面白いお店があったりとか、ちょっとそれはね今後紹介とかしていきたいなとは思うんですけど、まあ隣町もそうだったりとか、結構周りがね面白そうだったり、あと本当にね海の向こうにその四国が香川県が高松になったとかだったりするのかな、この本当見えるんですよね。それもまた面白くてね、わーって、その境界線やなみたいなのが、もちろんその県境とかをね、前住んでた僕のその住んでた備前市っていうところも、あの隣が阿古って兵庫県なんで県境をよくまたいだりとかしたんですけど、それよりもなんかこうね、視覚的にあの隣の県がもう見える、あの例えばその例えばというか、前に僕がね与論住んでた時も、南の方の海岸から沖縄本島が見えたりとか、まあ国頭半島なんですけどね、見えたりした時にやっぱこうそれがまた良かったりするのと、あれのもっとすごいなんかバーンって目の前に見えるみたいな感じなんで、やっぱ結構その辺もなんていうかな、僕はグッとくるポイントだったりしてな感じなんですよ。まあ近況報告というか、まあその今僕がいる場所のなんか面白さみたいなのもちょっとこれね、この今のトークだけではなかなか、話しきれない、伝わりきれないので、もう、こうやって話して今10分ぐらいになっちゃいましたけど、なんで、またちょっとこう、ね、シリーズというか、なるべくこう、毎日は無理かもしれんけど、とにかくなるべく多めに、こうやって話しながら更新してきて、その、まあ、ここにいて思うことなど、まあ、ちょっと内容は被る部分もあるかもしれないですけど、話していきたいと思います。しかし、今日は話しながら、いつもとまた、久々にね、こうやって話しながら、ドリルしてるんですけど、すげえな。なんか、妖怪というか、なんか、すごい、なんか化け物みたいなのが出てきたけど、それはそれで面白いです。なかなか、ありやなと思います。久々にこうちょっと出てきて、あ、今だから自分の中に溜まってるもんがこういうもんなんですね。なかなかね、うん、面白い。あ、なんかちょっと、そうですね。自分で今見てて、なかなか、これはこれで、グロ、うん、なんか結構複雑ではあるけど、グロくもない。でもなんかすごい面白い。ポップなモンスターやなと思ったりしております。まあ、こんな感じで、まあ、近況報告ということで、久々の、ほんと4ヶ月ぶりのね、更新ということで、なるべく、まめに今後は出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。何じゃ。3、オクトーバーですね。はい、旅するアーティスト、タリヒペイントの地球でした。どうも、ありがとうございました。